僕の知り合いはこの仕事に技術者として携わっていたんだけど、彼はこう言っていたよ。日本人はロボットなのか？中国人男性による日本のある製造品にまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、これが直視しなければならない現実。中国製自動車で故障が激増、原因をよくよく調べてみると、の話題です。海外、本当に奇跡のような国。日本の製造品はそのクオリティの高さが海外でたびたび評価されています。特に長らく世界から評価が高い製造品は自動車です。日本車は海外で高い人気を誇っており、憧れのブランドにもなっています。車で有名な国といえば、日本をはじめとしてアメリカ、イタリア、ドイツなどの国が挙げられますが、実は近年では様々な国が車の製造に力を入れているのです。特に同じアジアの国である中国も1990年代頃から本格的に力を入れています。しかし、当時中国は日本製の車と自国の車のある違いについての大きな問題に直面することになりました。そしてその違いは、日本が昔から現在に至るまで長年世界のものづくり大国のポジションに居座り続ける大きな理由でもあったのです。今回は日本車を好む中国人男性に日本と中国の車についての大きな違いを紹介してもらいましょう。果たしてその違いとは一体何なのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。そしてちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。俺は中国人だ。現在は農業をしながら生活をしている。ただ主な収入は農業ではなく投資だね。農業は趣味的なものだよ。僕はいわゆる成功者ってやつなのかもしれない。ただ勘違いしないでくれよ。別に大富豪ってことではない。たまたま一時的仕事がうまくいった時期があっただけなんだ。今は毎日畑作業をしていて、自然と戯れることが生きがいの一つになっているよ。そしてもう一つの趣味はドライブだ。僕は車が大好きなんだよ。というのも、僕の社会人としてのキャリアは自動車関連の会社に勤めたことから始まっている。その後独立して中古自動車販売店を始めた。この店の経営は割と順調にいったのさ。さっきたまたま一時期仕事がうまいこと言った時期があるって言ったよね。それがこの事業だったんだよ。そしてこの店を数年前に売却して、今の生活に落ち着いたってわけなんだ。僕の仕事のキャリアは車と共にあるのさ。仕事を辞めた後も僕の人生は車と共にある。僕は暇さえあればお気に入りの車でドライブをしている。ここまでの話を聞いていると、さぞかし高級な車に乗っているのだろうって思うかもしれない。フェラーリやポルシェを思い浮かべる人は多いだろう。しかし実際にはそうではない。僕が所有している車は2台ある。畑仕事に使う小さなトラックと日常生活で使用している日本製のコンパクトカーだ。どうだい？意外だろ？僕は決して高級なスポーツカーに乗っているわけじゃないんだ。僕はいつも日本製のコンパクトカーでドライブをしているのさ。僕はここ20年以上ずっと日本車に乗っている。乗り換える時も日本車から日本車に乗り換える。今後新しい車に乗り換えることもあるだろうが、その時にも新しく日本車を買うだろう。日本の製造品の性能は本当に素晴らしいからね。僕はそのことをよく知っているんだ。だから車以外にも家電製品なども日本製のものを買うことが多い。近年中国は大きな経済成長を見せている。経済の面で中国は日本を抜いたともされているよ。だから様々な大きな製造メーカーも国内には増えている。しかし僕の中では日本の製造品が一番なのさ。僕がなぜ日本の製品が素晴らしいということをよく理解しているのかというと、それは自分が昔ある仕事に携わったからなんだ。僕は今から約25年ほど前、中国で日本車の設計を模倣して国産の車を作ろうというプロジェクトに少し絡んだことがあったんだよ。その時に僕は日本の製造品がいかに質が高いものなのかをまざまざと見せつけられることになったのさ。
当時から日本車は世界で大人気だった。そのクオリティの高さは今と同様世界的に広く知られていたよ。これに中国のあるメーカーが目をつけた。中国人の僕自身がこんなことを言うのはなんだけど、中国のビジネスモデルの多くは模倣だ。悪い言い方をすればパクリなんだ。中国は模倣が得意で、海外の優れた技術を引っ張ってきて、その真似をしてより安価に販売するというビジネスが多いんだよ。そしてこの時は日本の車に白羽の矢が立ったってことなんだ。中国企業は模倣に自信があったこともあり、日本の車の製造方法や設計図などを入手すれば同じクオリティのものを作れると考えていた。中国のある軍事工場は民間自動車を生産するという方針を打ち出し、日本側のメーカーと設計図入手のために交渉を進めた。中国企業はここが山場だと考えていたことだろう。中国の技術力は上がってきているし、設計図さえ手に入ればそれを再現することは簡単と考えていただろうからね。この交渉はすんなりとはいかなかったが、なんとか中国企業は設計図を入手することに成功した。こうして中国企業はめでたく日本車と同じ品物を中国国内で製造することができるようになった。この時点でメーカーは事業の成功を信じて疑わなかった。しかし全くもってすんなりとことが運ばなかったんだ。早速メーカーは車の製造に着手した。日本や海外の部品を使用するとコストがかかるから、全てを国内の部品での製造を試みた。このビジネスモデルは最高のものだと思われていたよ。日本と全く同じ車をコストを大幅に下げて製造できるんだからね。中国国内では安くスピーディーに製造することができ、このスピード感や安さは世界でもトップレベルだ。この特性があることで中国の製造スキルはかなり高いと認識している中国人は多い。おそらくメーカーもそう信じていたのだろう。中国の製造技術は高いのだということを信じて疑わなかった。しかしこれは大きな間違いだったんだ。なんとこの時製造した車の故障率は異常な高さだったんだよ。もう売り物にならないレベルだったのさ。これは大きな騒ぎになった。仕事で少し絡みがあったことで僕の耳にもその話は入ってきて、当時僕は非常に驚いたよ。だってそうだろ、設計図はもらったんだよ。同じように作ればいいだけだ。それなのに失敗してしまうなんてどういうことなのだろうか。僕はその話を聞いてにわかに信じられなかったよ。検査や調査の結果、故障の原因はネジにあった。たった一つの種類の中国製ネジが複数の故障を招いていたというのさ。精密機械はとても複雑でデリケートだ。ネジだけで故障を招いてしまうだなんて。この事態が僕たちに何を教えてくれるのかは明確だよ。同じ設計図を使用して自動車を製造したが、日本製のネジではなく中国製のネジを使った途端に故障が激増した。これはつまりネジの品質において日本製と中国製の間には非常に大きな差があるということなんだよ。僕は車の故障の原因がネジであると聞いて心底驚いたね。僕はてっきり車の組み立ての過程で何らかのミスがあったのだろうと考えていた。まさかネジに不備があるなんて思いもしていなかったからね。中国と日本のネジにはどんな差があるのか、これは一言では言い表せない。何もかもが違うのだ。ただもし簡略化して一言で言うとすれば、日本では品質規格に外れたネジはもともと販売されていないが、中国ではどの種類のネジにも品質規格に外れたものが存在するということだね。要は日本のネジの品質はかなり高く、全てが均等で何の問題もない。中国のネジはそうではないのさ。中国のネジは大きさや長さ、太さにばらつきがあるケースが多い。少々のばらつきは問題視しないのさ。そのまま納品され市場に出回る。しかし日本のネジは厳格な製造と厳しいチェックが行われており、ネジの形状や大きさに全くばらつきは見られないのだそうだ。全くだよ。1万個納品すれば1万個全く同じ姿形なんだ。ここに日本の製造技術の素晴らしさが出ているよね。この事実は僕たち中国人にとっては大きなカルチャーショックだった。特に技術者たちは驚愕し、ショックが大きかったみたいだよ。
僕の知り合いはこの仕事に技術者として携わっていたんだけど、彼はこう言っていたよ。日本人はロボットなのか？どうやったらそんな風にネジを作り出せるんだ。同じ人間の仕事だとは思えないよ。何年かかっても日本人に追いつける気がしない。そう語る彼の顔は絶望感と悲壮感にあふれていた。僕はこの時の経験から長年日本の製造品が世界をリードしている理由を理解したんだ。ちなみにこれは今から20年以上前の話だが、今でもこの状況は大して変わっていない。近年中国の製造業は多くの分野で急速に発展した。しかしネジなどの基本的な部品では未だに日本など他国からの輸入に頼っているのさ。ある中国メディアは直視しなければならない現実として、空母や戦闘機、高速鉄道に使われているボルトはどれも輸入品であるということを報じたよ。中国の機械工業の進歩は目覚ましく、利益率、輸出額ともに増加している。ただ戦闘機などに使用されるネジやボルトなどの部品は限りなく 100% 近く輸入に頼っているのさ。中国で生産されている部品はほとんどが精度の低いものばかりで、高速鉄道などに求められる精度や耐久性の高い部品は残念ながら日本や他国に頼るほかない状況なんだよね。例えば中国の戦闘機 J20 のボルトはどうしても最高級の水準が求められていて、ネジはすべて高温腐食にも耐えるチタン製でなければならないんだ。しかし中国にはこうした高いレベルのネジを製造するための生産技術も生産ラインも存在しない。軍事分野以外でも高速鉄道、長征7号ロケットにも海外から輸入した高品質のボルトが大量に使われているんだ。なぜ中国では高い品質の部品を製造することができないのか。それは化学工業、冶金、鍛造の技術が遅れていることが原因だと言われているよ。まだ中国では日本のように専門分業ができていないんだ。製品システムや品質が不健全で、専門分野での研究が不足していて経験も足りない。だから製造能力が低いみたいなんだよ。でも中国人って負けず嫌いというか自信家というか、現実を見ない人が多いんだよね。日本に比べて専門的な製造技術が遅れているのは明らかなのに認めようとしない人は多い。中国のネット上では、作れないのではなく作りたくないだけ。ボルトなどの部品は買えばいいだけだといった意見が並んでいるよ。全くもって現実を直視していないよね。J20 や高速鉄道、ロケットなどの技術力は素晴らしいものを持っていると思うよ。しかし中国は基礎工業が弱すぎる。中国製品は精緻さに欠ける。量から質という発想に変えていかないとね。質より量という考えは経済の発展には役立ったかもしれないけど、それで得た経済発展なんて同じことを続けていれば衰退していくだけだよ。一方の日本は本当にすごい。中国は技術面で急速な追い上げを見せているが、日本の背中はまだ見えていない。日中の技術には依然として大きな差があるんだ。それはボルトとナットを見るだけでもよくわかる。ここで日本のネジのクオリティの高さがよくわかるエピソードをもう一つ紹介しよう。日本にはハードロック工業株式会社という企業が存在する。この会社はネジの製造を行っているんだが、この企業が作るネジがすごいんだよ。ネジは必ず緩むもの。これは我々にとっては当たり前の常識だ。しかしこの企業が開発したネジはこの常識を覆したのさ。なんとハードロック工業は絶対に緩まないネジを作り出した。この画期的な製品は鉄道や橋梁、機械、建設などに広く使われていて、新幹線では16両編成の車両で2万本も活用されているというんだ。中国の高速鉄道でも世界に認められる安全基準を満たすためにこのナットを輸入しているらしいよ。専門的なことは僕には解説できないけど、このナットが絶対に緩まない原理は、くさびを打ち込むのと同じ原理で凹凸型のダブルナットを使用しているからだと公開されている。原理自体はシンプルだし、それが公開されていることもあり、過去多くの模倣者が現れた。しかしその開発の成功にほとんどの国の技術者が成功していないらしいんだ。公開しているのに誰も作れないなんて、よほどの専門性が必要なんだろうね。
日本企業と他の国の企業では技術とノウハウに大きな違いがあるのさ。このナットが完成するまでには幾度となく改良が続けられ、会社設立から実に20年もの年月がかかっているという。初期の製品は緩まないと銘打ちしながらも多少の緩みが見られたそうなんだけど、社長さんは絶対に緩まない製品は作れないだろうといった周囲の反対を押し切って改良を続けたという。素晴らしい情熱と信念だよ。こういった経緯があってようやく完成したのが絶対に緩まないネジなのさ。これが簡単に中国人に真似できるなんて中国人の僕でも思わないね。この製品は世界一厳しいとされるアメリカ航空規格の振動試験でも優秀な成績を出している。価格は普通のナットの4倍から5倍程度らしいのだが、絶対に緩まないためメンテナンスが不要だ。安全性に加えて保守点検に必要な費用を大幅にカットできる利点があるため、世界中の企業から高く評価されているという。ハードロック工業のネジは世界の常識を変えたんだ。絶対に緩んではいけない箇所でネジは使わないというものがそれまでの世界の常識だった。しかしハードロック工業は絶対に緩んではいけない箇所に使うネジを作り、その市場を構築したのさ。当然他社に同様のネジは存在しない。いわゆるブルーオーシャン戦略を取ったんだ。ネジを作っている会社は世界中に無数にあるよね。ネジの市場は価格競争に陥りやすいんだ。しかしハードロック工業のハードロックナットは単価が高い。世界に一つしかないからね。高い価格でも世界中から注文が舞い込んでいるのさ。ハードロック工業は究極の本業一点集中主義をとっているそうだよ。ハードロックナットが会社の収益源になってから約40年間他の製品を作っていないという。ネジの製造技術を応用すれば周辺分野に展開できるのに本業を極めているんだ。ここからもネジ作りに対する情熱を感じるよね。これこそが日本人のものづくりなんだ。そりゃ他の国が製造の分野で日本に勝てないのは当然だ。中国が近い将来日本に追いつけるとは到底思えないよ。そういった経緯があるから僕は日本の製造品を愛用するんだ。これからも僕はずっと日本車に乗り続けるよ。もし僕が生きているうちに中国製の車に乗り換えたいと思うような日が来たら嬉しいね。でもそれは簡単なことではないんだよ。以上がエピソードの概要です。この話題に海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。私は日本人の正確性や職人技には昔からずっと尊敬の念を抱いていたよ。日本人は小さなことにも細心の注意を払って作業を行う。それは世界から称賛されてきた点だ。日本の職人たちは心と脳を使って作業を行う。だからこそ完璧な技術が宿るんだよ。日本の技術力で大量生産できればいいのに。大げさじゃなく日本人の技術は頭一つ抜けている。日本は製造にかけて世界一の国だけど、それは国民の規律ある行動が理由だと思っている。日本の職人たちは心と脳を使って作業を行う。だからこそ完璧な技術が宿るんだよ。クオリティとテクノロジーの面では日本とドイツが世界のトップ2だと思う。日本人は小さなことにも細心の注意を払って作業を行う。それは世界から称賛されてきた点だ。日本の技術力はアジア最高。疑いのない品質の高さがあるし、だからこそ壊れるってことがないんだ。日本製品を買って後悔したことは一度もない。日本は製造にかけて世界一の国だけど、それは国民の規律ある行動が理由だと思っている。機械の製造や技術では日本がアジア最高。何年も一緒に日本人と仕事をしてきて、そのことを肌で感じている。もしもこの世界に日本という国がなかったら、どれだけ人類の発展が遅れていたのか。俺たちは一度そのことを想像してみるべきかもね。以上が海外の反応です。日本の製造技術は世界で高く評価されています。そして日本の製造技術の高さはネジを見れば顕著にわかるのだそうです。
特にハードロック工業株式会社が製造するネジは世界初の緩まないネジとして世界的に有名で、世界中のあらゆる重要な製造品に使用されています。そしてその緩まないネジのシステムは公開されているにもかかわらず、世界中の企業が躍起になっても完璧な模倣はできません。日本人の製造に対する情熱やこだわりは、世界中の人々がどうやっても真似できないものを次々に作り出しています。今後も日本の製造品が世界を席巻し続けることは間違いないようですね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。メンバーシップもやっています。チェックしてみてくださいね。ありがとうございました。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。